皆さんこんにちは。 FC 東京から来ました川健一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いかがですか、あの我々の印象というのは。そうですね、アウェーで戦っていても、はい、ここ埼玉スタジアムで来るようなのはやっぱり嫌だね。今度それがあの今度自分の応援というか味方になってくれるわけですけども、その辺踏まえて何か期待感ありますか。そうですね、やっぱりそれを背にしてプレーするわけですから絶対に負けられないっていう気持ちになると思うし、また自分の持ってる以上の力を果たせるんじゃないかなと思います。ちなみに今回の新加入選手の中では唯一一桁の背番号ね、それもあの2番という、まあ、ある意味ご存知か分かりませんがね、そこそこで言いますと相当重たい、背番号を背負われましたけども、これをご自身がご希望なさったんですか。いや、はい、もういいですよ、正直に言っていただいて。なんだっけ、いや、まあ、なんだろう2番になってたっていう感じで、そう来た時には、じゃあ川君2番ねっていう感じだったわけですか。そうですね、それに対して、OK しましたはい、言うだけです、はい、もうそれはもうチームの本当に大きな期待の表れだと思いますけども、あのそんな中で今年1年目のレンジでの生活になるわけですが、どんなプレーを見せてくれますか。そうですね、やっぱりまず試合に出て、はい、皆さんにプレーで認めてもらえるように頑張りたいと思います。まず自分のどういったところを見てほしいですか。そうですね、やっぱりスピードを生かしたプレーを守備でも攻撃でも見せれるように頑張りたいと思います。わかりました。いろんな多分ポジションでということになるんでしょうけども、大いなる活躍を期待しておりますので、頑張ってください。はい、ということで。